ると少ないですし、現地のことですね。日本企業のランキング、海外進出のランキングについて知りたいと、まあ、これもたびたびいただく、まあ、そのご質問ですね。まあにまあ、例えばですね、三菱商事、商社ですね、あと、まあ、任天堂、ゲームの任天堂、あと、カネカ、化学品メーカーのカネカとかですね、ヤマト運輸、まあ、物流サービス、で、アサヒホールディングスですね、まあ、小売業、メーカー、まあ、かなりですね、日本企業、こういったところ頑張ってるんですけども、まだまだですね、もちろんそのユニクロとかですね、さまざまな、企業が、海外進出して頑張ってます。まあ、特に東南アジアですね、まあ、僕もマルス始める前はですね、フィリピンにいましたので、かなりですね、日本企業は、頑張っていて、さらにですね、まあ、ブランド